きの皆さん、こんにちは。トイステージです。イエーイ。さあというわけでね、今日もね、はい、元気いっぱいいっぱい、ね、盛り上げて楽しいものを作っていきたいと思いますので、はい、皆さんどうぞ最後までお付き合いください、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけでね、はい、実はついこの間、あ、おとついですよ、おとつい行ってきました、うん、富士の宮。あー、富士の宮、もうね、車中から見える富士山がめっちゃ綺麗やった。あ、いいな。すっごい雪景色。あ、そうですよね、雪景色、ね、雪模様、雪化粧、雪化粧、それそれ、イエイ、そうですね。それそれそれでしょ、うん、すごい雪化粧、化粧だから化粧。大丈夫、ダメだ、前さん起きて。雪化粧、雪化粧してて、うんうんうん、すっごい綺麗かったんですよ、それを見ながら、いいね、私なんか、うんうん、あ、絶対いいことあるなって本当、うん、思いながら行って、まあそれを見れたことがもうまずいいことなんですけど ね、 そうですね、幸先いいですね。そうそう、ね、で、うんうんうん、行って、まあ、もうライブもね、どうでした、トイステージファミリーコンサート、うんうん、めちゃくちゃ盛り上がりました。で、すっごい元気な子供たちの笑顔に会えて、うん、もう、あ、最高ね、いいことあったみたいな。あ、ね、富士山パワー、本当に噛み締めてきましたよ。あ、いいですね。でも、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお姉さん、うん、お兄さん、みんなめっちゃ元気。あ、本当。で、こうすっごい優しい目で見守ってくれてるっていうのがね、みんなすっごい伝わって、寒さに負けず、負けてない、負けてない、ね、熱気ムンムンで、そう、いいな、盛り上がってきた、うん、で、しかも、うん、はい、今回はあの声優の三好理恵ちゃんはいはいはい、はい、と初めてね、あのコラボしたんですけど、はいはいはい、やっぱり普段さ、こうプロの声優さんやから声を使ったお仕事をいっぱいしてるわけですよ、うんうん、あ、そうですよね。なので、うんうん、あの子供たちにも、うん、いろんな声を使って遊ぼうっていうコンテンツを作っていって、はいはい、例えば、うんうん、動物の鳴き真似を一つするにしても、はい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 、いつもやったらさ、例えば、うん、鶏のモノマネとか、うんうんうん、なんて鳴くってなったら、はいはいはい、コケコッコー、あー、なるほどね。それを、うん、せっかく声優さんが来てくれてるんやから、うんうんうん、もっとリアルに、うん、もっと本物っぽく、なにリアルだけそんな英語っぽい。前この間の回も思ったけど、言いたい、そしたら回す、言いたがりね、言わしてあげるはしゃあないな。そう、そういうのを本物っぽくやってみよう。おおおお、いや全然本物っぽくない、どうしよう。教えてもらったのに私。すごいな、すごい聞いてきたけど、大丈夫、聞いてる皆さん大丈夫、耳聞いてきたけど、ちょっとちょっとね、すごい教えてもらったんです。なんかでもニュアンスは分かりますよ、これでも、うんうんうん、あとなんかカラスのね鳴き声とかも、はい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 、普通やったらなんて鳴くって言ったら、やっぱ子供たちもカー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 でしょ、うん、それをこうちょっと全然いや、この姿見せたいわ、またこれ画像で見せたいわ、このまゆさんのていうかもう、ごめんりえちゃんみたいな。いや聞きたかったな、教えてもらったのに、せっかく。いやでもりえちゃんね、身長結構低くて、うん、多分140cm ぐらい。そうですよね、フェイスブック見た感じだと。でもやっぱ存在が大きいから、そんなちっちゃく思わないんですよ、ステージ上では。へえ。でやっぱ声もパワフルやし、うん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 、ですごいちっちゃい女の子、可愛い女の子なのに、はい、あの男の子の声とかも普段するっていう話をして、うんうんうん、ちょっとあの男の子の声をやってもらったりとか。じゃあいろんな声がね聞けたわけですね。子供たちもすごい嬉しかったと思うよ。あ、ね、そんな機会ないですもんね、声をリアルに出すっていうのが楽しかった。私もすごい楽しかったです。あ、まあ、いいですね。なんか泣き真似あんなんやったけど、うん、すいません本当に。私ももうちょっとできたんですよ、本番では。本番で、本番ではあれはやってない。あ、今もまあ、あ、本番なんですけど、あ、まあ本番もっとね、いい感じに、そ そうできてました。で、うん、なんか雰囲気は伝わりましたよ。あ、本当ですか。なんかで、うん、しかもね、はいはい、帰りに、はい、あのやっぱり静岡といえばね、ちょっとフェイスブック見ましたよ。見ちゃいました。ないの、ここに。なんかさ、なんかないんですか、ここに手土産的なものが。一切ちょっと手土産受け取ってないんですけど、これ目の前にありますやんか。私のとびきり、はい、ごちそうさまでした。ちょっとまだ言ってた、まだ言ってた。はい、ありがとうございました。とびきりの笑顔をまた言わせて。はい、大体わかりました。もう言いたいことは、もうまやさんの言いたいことは大体わかりました。ドヤ顔でわかってたもん、うん、ドヤ顔の今から言うでの顔でわかってた、うん、そのドヤ顔で十分でございます。はい、もうお腹いっぱいです。ではい、ありがとうございました。いやでも本当美味しいものも食べました。浜焼きとかね、めっちゃいい。もうフェイスブック見ながらよだれ出ましたわ私。いやでもこれをかよこちゃんにも食べさせたい、とみちゃんにも食べさせたい。いや思ってた、ってたほんまに。うん、ちょっとこの辺頭の隅の方にちょっとだけ、ちょっとだけあったような、まあ、なかったような。ないんでしょ、結局ないんでしょ。いいわよ別に。はい、いいわよ。まあね、まあ、そんな感じですけど、まあ、まだまだね喋りたいことはいっぱいあるんですけども、まあ、とりあえずこうオープニングはね、
ほうほうほう、これぐらいにしときましょうか。あれ私の話なし。私のこの後、この後、あと、まだいけるから。オッケーオッケー。さあ、というわけでね、こんな風に今日もね、はい、元気もりもりでお届けしていきたいと思います。はい、今日のお相手はトイステージのまゆとトイステージのかやこです。それではトイステージラジオスタートでーす。トイステージラジオ、私喋らせていただきます。これ噛んでるけど満を持して噛んだんや。もうさっきさ、もうええとこで切られたから、三面さんにごめんね、ごめんね。はい、まあ、いいよ、いいですか。はい、ありがとう、はい、そう、そのね、うん、12月2日ですよね、はい、まゆさんが富士宮に行かれてた時、はい、私は別で、はい、あの、うん、自分のスタジオを持ってる生徒が初めて舞台を、はい、チャリティーイベントなんですけど、あ、でも初めて舞台踏む時ってすごい緊張、緊張マックスだったんですよ。伝わってくる？伝わってきたんで、うん、あの、それでね、しかもそのイベント自体が、うんうん、他の出演者はほとんどプロのダンサーさんばっかりだったので、はいはいはい、でもうちらにはフレッシュさがあるから、それ忘れたらあかんでっつって、もう言い聞かせていったんで、うんうんうん、本番はみんなね、すごい笑顔で楽しんで、もうね、力いっぱい踊ってくれて、もうね、私もその生徒校初めてこの発表会っていうものを出させたんで、うんうん、もう感動しちゃってね、子供たちのようにもうよく頑張ってる君たちみたいな感じで。でもそれまで結構自分も気が気じゃなくない？そうそうそう、あの、子供たちの緊張もめっちゃ伝わるし、でもさ、本番な前とかになってきたらさ、はいはいはい、伝わってくるやん。そうなんですよ、そうなんですよ。私もあの、まあ、教えさせてもらってるところがあるから、発表会とかあるけど、うんうんうん、当日とかの緊張感たるやたるやないですよね。あの、私も息が、そうそう、息がみたいな。わかるわかる、でもドキドキする、うん、そうそう、でもこっちがドキドキするの多分、それ多分めっちゃ伝わって、そうそうそう、余計するから、うん、こっちを抑えて抑えて頑張りやみたいな感じで、出されへんからね。もうね、楽しいことを言って絶対大丈夫、自信持って。そう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 、内心私の方がドキドキしてるかもって思いながら、めっちゃ鼻の穴膨らんでましたけど、自信持ってみんな。そうそうそう、今までやってきたことを思い出して、そうそう、あとは楽しんでって言って、ね、そうそうそう、あ、なんか思い浮かぶわ。あ、本当、うん、でもみんな本当にね、うん、元気よくね、もう素晴らしい笑顔でね、うん、踊ってくれて、うん、でもあのフレッシュさって、うん、私たちもちょっと大事にしないといけませんね。なんか急に来たの。でもさ、自分たちにできることでそういうのに貢献できるっていう、それってすっごい幸せなことだなって思うので、そうよね、うん、まあ、私たちトイステージも歌とかダンスとかそういう楽しいステージをお届けすることで、お届けしましょう、一人でもね、多くの笑顔をね、作っていけたらなって、なんかうちらこれ思ってるんですけど、前回と比べてめっちゃこうあれですね、真面目ですね、今回ねえはめっちゃ真面目ですから。そうやね、そうよね、そうよね。いや、なんかそこなんか前回のうわー言ってたから、今回えらいこうちゃんと道に沿って、今回ちゃんと言ってるなと思って、今ちょっと、いや、いいやけど、ちょっと内心ちょっとプププっていう自分もって。いや、そんなことないですよ。そうですか、本当に。でもそんな気持ちでね、私たちこれからも頑張っていきたいと頑張ります、思っておりますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします、はいはい、さあ、というわけでね、今日も私たちはそんなフレッシュフレッシュな気持ちを持ってはい、はい、OK、テーマに行ってみたいと思います。はい、さあ、今日のテーマは102回目のリニューアル。さあ、というわけでね、はいはい、前回に引き続きまして、はいはい、リニューアルでございます。リニューアルしていきたいと思います、ね、いろんなものを、はいはい、変えていくわけです ね、 ね新しいもの、楽しいものを ね、 ね、これから手作りでどんどん作っていきたいと、いいですね、手作り思いますので、okay、 今日はその第1弾、まあ、第2弾だな、2弾、うんうんうん、この間あのサウンドロゴを作ろうよっていう話をして、まあ、この間は聞いていただいたら分かるかと思うんですが、はいはいはい、もう9割9分9厘ぐらい、ね、パクリだったんですよ、で、ね、もうこれどういうことって。私でもめっちゃ楽しかったけど、自分でラジオ聞いて、はい、もう、もうそうそうそう、ちょっと私もなりました、もうこれこそ失笑なんだろう、苦笑、失笑はないよ、ないか、ないか、だいぶ面白かったけど、面白かった、自画自賛だ、ね、これは
いやほんまにうちらおもろいで。いやいやいや、おもろいでうちら。そう来たか。いやいやいや、いけるで。そう言ってもらえるように、あ、そうね、頑張りましょう、もっと頑張りましょう。はいはい、はいはい、まあ、というわけでサウンドロゴをね、サウンドロゴをね、うんうん、はい、作っていこうということ で、うん、で今日はあの、うん、この間の宿題を、宿題、はい、はい、宿題してきました、点検したいと思いますね。はい、はい、先生、チェックでございます。、はい、じゃあ何かありましたか。はい、もうね、だからパクらずね、オリジナリティたっぷりで溢れるやつ、溢れるやつね、お願いします。そう、やっぱり私たちね、まずは子供たちにこうね、夢を与えていきたいから、子供が喋ってるような感じで、うん、ちょっと言いたいと思いますよ。はいはい、1個いいですか。はい、笑顔がいっぱい、トイステージラジオ。お、いいんじゃない。いいね、なんかね、なんかいいでしょ。可愛いと思う、可愛いと思う。子供がね、うん、いい感じ、うん、子供を、今度子供にも行ってもらおう、行ってもらおう。今なんか呼んだんか。カンペ見ちゃった。ちょっと、うん、こういうのは分からんように呼んでいただけると。そうですね、子供に呼んでもらったらいいんちゃう。あ、うん、でもぜひ行ってほしい。今度やりましょうよ、なんかまやさんを一緒にやるとき。あ、マジで、これちょっと使いましょう、覚えといて。あ、ほんまやな。うちらが子供っぽい声を出すよりも、うん、そうやっぱり本物にね、本物の言ってもらった方が、子供の可愛い声でやっぱり言ってもらった方が、うんうん、ね、より、めっちゃいいと思う、それ。あ、なんかほんまかするね。ね、あ、それ一個大正解。ね、じゃあ正解はないけど、いいと思います、その愛。あ、愛って、その愛。愛入れてるけどね。はい、いいです、それ、うん。ありがとうございます。じゃあ他は、うん、あ、私ね、うん、いいですよ。聞き直してみて思ったんやけど、はいはいはい、かよこちゃんの、ワクワク、ドキドキって、しゃくってたやつあるやんか。あれのしゃくりがなく、もうちょっとこう、爽やかにやったら、あれは使えるんじゃないかなと思って、聞いてたんですよ。どんな感じ？あれに、なんか、トイステージラジオをすごい元気に入れていくという。オッケーオッケー。ワクワク、ドキドキ、トイステージラジオ、ゴー！あー、ゴー！いいですね。なんかこういう、ゴー！明るい感じで。あ、いいですね。あ、なんかリズム感がいいですよ。うん、うん、めっちゃ上からいけど。いいですよ。いいですよ、いい感じですよ。それいいですよ。62点みたいな。まあ、70点はあげる。ほんま。でも、なんかその、いいですよ。私も前、そのワクワクドキドキ感のそのニュアンスが、うん、とても気に入って、うんうんうん、これも使えるかもしれないですね。あ、いいですね。ねえ、どれが選ばれるでしょうか。いやでもその子供の声っていうの、あ、じゃあ、うんうんうん、ちょっと略して、うん、トイラジみたいなの。あ、いいかも。ちょっと二人やってみます。あ、やってみる。かわいくね。せーの、トイラジ。どうかな、いいですか、皆さんどうですか。いい感じ。63点よ。63点言ってやがった、まゆさんね。ほんま。あ、でもね、いいかも。こうしね、ちょっと短くするのもね、うん、いいかもね。で、この皆さんに浸透されたら、みんな、あ、そうそう、もうトイラジ合言葉みたいな、うん、で、今日もトイラジ聞いた、うん、みたいな。いいですね。あ、トイラジ、あ、まだやみたいな、まだやな、聞かない、みたいな。そんなに聞いたらどうしよう。頼むで。いや、トイラジワクワクする。そのためにも頑張るよ。うん、頑張りますね。うん、あとはこの私、うん、トイでちょっと想像して、うん、なんかロボットが喋ってるような感じってどうかなとか思って、うんうん、あー、なるほどね、うん、ちょっといきますね。はい、トイステージラジオ、楽しい。長ってなったけど、今途中。今だからめっちゃあって腹筋使ってた。発声練習みたいになってたけど。スタッカートはね、うん、結構難しいから。そうそう、結構こうなんかペペペってね、ポポポって感じでしょ。今なんかめっちゃ腹筋使ってるわ。マジさ、そこまで途中までロボットやったのに、うん、楽しいよ。何やったの。なんかだから、なんかそれで終わるのはちょっとなんかあれかなと思って。何、50点64点。ありがとう。ありがとう、言ってやがった。やった。1個ずつ上がっていく。1個ずつ上がっての。1個ずつ上がっていこう。うんうん、次は他あれ言っていい、ラップ言っていい。ラップとかあんの。ラップ言っちゃっていい。そんなこと言ってたよね、うん、前回ラップとかでも作りませんとか言って、うん、やっちゃいましたか。満載ですよ、皆さん。めっちゃ頑張って。トイステージのかよこがお届けします。どうぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。トイトイトイステージ、トイステージラジオ、ワイワイ楽しんでいきましょう。ラジオの前にいる君最高、今日も聞いてくれてありがとう。まゆとかよこがお届けするよ、一緒に盛り上がっていこう。どうですか。イエーイ。そう。これちょっとまやさん一緒に。でもだいぶ面白いけどね。面白いでしょ。一緒になんかコラボ
ボできるんですかそれは。コラボして、え、じゃあコラボして、なんか私に役割をちょうだい。まえさんは、うん、トイトイトイステージトイステージラジオワイワイ楽しんでいきましょうは、はい、一緒にお願いします。わかりました。で、はい、次まゆさん一人でお願いします。え、マジですか、はい、ラジオの前にいる君最高お願いします、はい、ラジオの前にいる君最高、はい、はい、で、私が、はい、今日も聞いてくれてありがとう。あ、なるほど、OK、あ、ちゃんと韻を踏んでるわけですね、これは。よく分かってくれた、よく分かってくれましたね。これは努力の結晶だったんですか。本当に私めっちゃ、あの、考える人すごいですよね私ほんままずあーいいよってその母音を書いてそれに当てはまることないわ。大事大事です、そういうの。そう、頑張って考える。そういうとこからなんかピコーンってひらめきがね、ね、生まれるから。そうそうそう、生まれますよね、はい、これほんで続きね。もう私何言うか全然覚えてないわまあ大丈夫、はい、で OK です。で、私まゆさん言った、私言ったら、はい、最後まゆとかよこがお届けするようなので、まゆはまゆさんが言っていただいて、まゆとまで言ってもらおうかな。難しいな、はい。で、かよこが、うん、お届けするよは一緒に言いましょうか、うん、どんだけ聞いてねいいよ、やってみよう、はい、はい、一緒に盛り上がっていこうは一緒に言ってください。一緒に盛り上がっていこう、うん、オッケー、一緒に言いたいな。はい、わかりました、うん、オッケー、まやさんオッケー。全然覚えてないけどなんトイ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 ステージトイトイはいい何やった、まあ、どうなることかわからないですけど、ね、やってみましょうか。ちょっと皆さん次期待しててくださいいきますよ、はい、5、6、7、8でいきます。わかりました、今入りそうだったもんこうなりました、前のめりました。すごい、すごい、もう身構えてしまった。すごいフェイントくれるなあ、楽しい OK です、いきますよ、いきましょう、いきます。5、6、7、8トイトイトイステージトイステージラジオワイワイ楽しんでいきましょう。ラジオの前にいる君最高、今日も聞いてくれてありがとう。まゆとかよこがお届けするよ、一緒に盛り上がっていこう。すごい良かった。皆さんどうでした、聞いてる皆さん必死やったけ ど顔は必死やった、顔必死やったけど顔は必死やったけど何とかいけたんじゃん、うん、でも楽しいね、楽しい、これちょっとこんな感じでまだまだね、まだまだいきましょう、まだまだ出ると思いますよ。はい、というわけで、うん、後半に続く。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are Toy Days。 面白すぎてすんません、嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。 さあ後半戦です。イエイイエイイエイ、後半ちょっとさ、私すっごいことをひらめいちゃった。なになになに、ちょっと今のは、はい、オリジナルでこうさフレーズとかも作ったやんか。あ、そうですね、うん、今度は、はい、効果音をつけてやってみひん。そうですね、サウンドロゴとかってさ結構効果音ついてたりするやんか。あああああああ、だからなんか効果音をまず出して、はいはいはい、それに合わせてこう、ああああ、いろんなその効果音に合わせたトイステージラジオの言い方、おお、あ、楽しそう、をやってみて、こうどんなのができるかみたいな。わあ、ドキドキするね。だから例えばだからなんか一個なんか効果音とかって出ますか。ほうほうほう、あー、例えばこれ、ね、OKOKOK、こういうのが出たとして、これに合わせてトイステージラジオを言うとしたらみたいな。あー、いいですね、なんかイメージ膨らむやん、何もないよりも、うんうんうん、これに合わせて受けて言えるから、この曲を、そうですね、なんかそのシチュエーションを想像してみたりね。そう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 、あー、いいですね、面白い面白い、なんか出る、うん、うん、いけるいけるいける、いける、今パッて思いつかんだ、結構早いで、あー、いいよ、お願いしますじゃあはい、では行ってみましょう、はい、トイステージラジオ始まるよ。なんかその雰囲気ね、どっかでなんか見たことあるけどいいねいいね、なんか今もう若干始まるんって感じだったけどそうてんてんてんみたいなよし、こんな感じで、うん、これどんどん行ってみよう。あ、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ次の交換お願いします。ほいほいすんごい、ほうほう、なんか難しいね、すごい出が来たよ、ね、あ、じゃあ私わかる、これいける、いけますか、いける、ちょっともう一回、もう一回もらっていいですか。And gentlemen, boys and girls, what? ちょっと待って、終わってもうた、終わってもうたかな、早かった、早かったな、ちょっと計算間違えた、うん、間違えたな、あ、ちょっと、じゃあ私先に
先言ってあの後で出してもらう形にするから、じゃあ Ladies and Gentlemen って言ったところぐらいで出してもらう。じゃあお願いします。すいません、いいですか。いいですか。では行ってみたいと思います。はい、 Ladies and Gentlemen Boys and Girls トイステージラジオやってるよ。どうでしょう。もうな、いい、でもすごいいいよ。合ってたやろ。すごいかっこいい。しかもこう、うん、やってるよーみたいな。その動きはいらないけどね。いらないけど、でもすごくないこれ。あ、いい感じ、いい感じ。めっちゃかっこいい。なんか今までにはない感じですよね。あ、私やるじゃん。まあそんな感じで次も次次次次。全然変わるね。変わっちゃったね。じゃあちょっと待って。うん、オッケー。いける？オッケー、オッケー、オッケー、行ってみましょう、行ってみましょう。オッケー、じゃあよろしく。はい。トイステージラジオ。ちょっと真似してみたみたいな。真似してみた。このなんかポヨンポヨン感が一緒になんか自分がこうポヨンポヨンなってる感じやってみたけど、ちゃんと届いた。その感じ届きました。届いた。本当、うん、楽しそうやった。うん、なんか自分もこうポヨンポヨンしちゃったけど、なんかちょっとバレエのプリエっていうこうね、プリエ膝を曲げる動きが出てましたけども、いいと思います今の、うん、楽しかった。楽しい。はいはい、じゃあどんどんいきましょう。どんどん次。はい。え、何これ、なんか笑われてる。何笑われてる。めっちゃなんか嫌な感じ。笑われてるけど、何やろ。じゃあこれ私がいきます。まあ、さんどうぞ。はい、お願いします。トイステージラジオ。あ、疑問系ね。なんで笑ったの、なんで笑ったみたいな。なんで笑ったの今っていう。あ、それも新しいね。いうニュアンスを入れてみました。ああ、そういうのもいいかも。疑問系、どこに使うのみたいな。なんか確かに確かに。どういうニュアンスでこれ入ってきたらいいみたいな。確かにね。でも新しいから、面白いことを言った時に使うか、うん、そうね、なんかちょっと外した時にこう、うん、っていう代わりに、あ、外した時いいかも。外した時に、あ、じゃあ、うん、ちょっと多分ステージ上やったらシーンってなったかもみたいな時に入れてもらう。今やみたいな、ここやみたいな。これ採用されるでしょうか。ね、次は次行ってみましょう、うん。あの、なんかこうロボットみたいな、ロボットみたいな感じで、ちょっとシステマティックな感じの、あ、ちょっとこれはじゃあ私ちょっと、あ、マジですか、任して。あ、よし、お願いします。トイステージラジオ。早いな。早かったな。ちょっと早かったな。ちょっとタイミング微妙やんな。今のちょっと今のタイミング測れた。ああ、うん、リベンジしたい、うんうん、リベンジしたい。もう一回だけ、すいません。もう一回行きたい。うん、行かせてください。すいません、お願いします。いいよ、じゃあ行ってみて。トイステージラジオ。ちょっと、おーでちょっと一瞬戸惑ったやろ。戸惑ったっていうか迷ったやろ。迷った。今や行かないんだよ。伝わりすぎ、伝わりすぎ、それ。うわー、悔しい。でもなんかこんな感じ。まあまあ、こんな感じ。まあね、合ってた、あの曲っていうか、あのサウンドロゴとしてはどうか分からへんけど、あの合ってる、あの効果音には合ってる。あ、いいでしょ。あ、いいですね。これちょっとちゃんと合わせばいいかも。いいかもね。じゃあ次行きましょう。次次。ほら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 はい、でもすごいすごいすごい、ぽいぽいぽい、なんかで雰囲気すごい、あの、下唇を指で、はいはいはい、ブブ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 っていうのを入れてみた。今、ブブブブっていうのをって何も言ってない、今説明してない。ちょっとあなたそこ突っ込んでよ。指で下唇をこう弾く感じ、指2本で、すごい、これちょっとラジオの前の皆さんも一回やってみてください。やってみてください、面白い。水の中に溺れちゃう。ブブブブブブ、めっちゃ楽しんでるでしょ、まやさん、それ逆に。ごめん、やりたかっただけ。やりたかっただけ。楽しいな、いいですね。よし、じゃあ次々行ってみましょうか。じゃあ次行こう。イエイ。お、吠えてますな。吠えられてますけど。吠えてますな。これじゃあ、一緒にやる？やる？あ、じゃあ私追いかけられてる人にする。あ、オッケー。後ろからこう。はいはい。追いかけみたいな。オッケー。で、あの、お尻をこう噛まれそうみたいな。噛まれそうなとこね。あの、イラスト想像してよ、アニメの。あ、よかった。はい、なんとなく、なんとなく。はい、オッケー。わかった？オッケー。よし、じゃあ、二人でコラボしてみましょう。行きましょう。はい。聞いてね。関西弁になってもうた。いいやん。い
だって素やもん。そうやな。こんな感じどう。今さら関西弁なってもうだって言われてもな。言われても今さらやな。だいぶ関西弁やで。そうやな。今まで全部標準語で喋ってたとでも。え、ちょっとだけ。あれ？むしろ。待って。あれ？逆にびっくりするわ。でも今の使うとしたらどこに入れる？どこやろ。え、どこ？え、どこやろ。まあ場面なんか転換みたいな時に入れれるか。どっかに入れてもらおうか。まあそんな、それは後で考えるとして、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ次。はいはい。これは海？なんか壮大な感じですな。海か。海やな。じゃあ私行く、私行く。オッケーオッケー。はいどうぞどうぞ。はい、じゃあもう一回お願いします。どうでしょう。いいですね。やっぱめちゃ海といえば叫ぶみたい。そうですね。叫びたいね。青春ね。いいですね。ダンステージラジオ。今なんかもうそういう気持ちが伝わりましたよ。伝わった。うわはーっていうのがいいじゃないですか。面白いんだ。新しいね。いろいろあっても、うんうん、叫んでるね。どんどん行くよ。うんうん、次は。また全然雰囲気変わりましたね。さえずりが聞こえてますな。じゃあこれトイステージ似合うかな。なんかしかもうちらのトークにみたいな。大丈夫かな。まあでも行ってます。行ってみましょうか。噛んでるし。もう焦ってもた。焦ってもた。でも行ってみる。行ってみます。ちょっと頑張ってみますよ。オッケー。オッケー。聞こえた。ねえ、どうですか。トイステージラジオに聞こえた。聞こえたでしょ。聞こえたでしょ。もう今ちょっと疲れすぎて、もう口がふわふわになっちゃった。すごい、口笛吹けるってすごい。ねえ、いやー楽しい。いや、今のどっかに入れたいね。うん、ぜひ入れて。じゃあ次行こう。はいはい。何やろこれは。なんかちょっと壊れたラジオみたいな感じですよね。じゃあちょっと私行ってみますよ。いいよ、OK。 はい。トイステージラジオ。おー、なるほど。どっかから途切れ途切れ聞こえてくる、うん、聞こえてくる感じ。伝わった伝わった。いい感じ。なんかどうですかね。でもなんかいろいろ楽しいですね。いろんな効果音に合わせてやるのも、うん、うん、なんかこう皆さんもこう想像できるんじゃないですか。こういう雰囲気でやってるのかなみたいな、ね、確かに。、うん、これからのラジオに登場するのはいくつあるでしょうか。作ってる時のも聞いてもらえるってでも楽しいね。うん、うん、楽しい楽しい。楽しみ。なんか今後は、ね、うんうん、まあ、こんな感じでね、これからも手作り感満載で作っていきたいと思います。はい、以上102回目のリニューアルでした。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are Toy Days。 面白すぎてすんません。嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション。トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。というわけで、今回はね、リニューアル2回目ということで、ね、うんうん、新しいサウンドロゴを、はい、いっぱい出ましたね。はい。1個ぐらいしか流れてないかもしれない。あ、まあ、いやー、分からへんよ。分からへんけどな。いっぱい使ってほしい。いやでも面白いね、効果音に合わせて喋るって、うん、めっちゃ面白いけど、難しかった、うん、どんな風に出来上がってくるのか、これがみたいな。ねー、そしてどんなところに使われるのかみたいな。そうよねー。ねー、うん、面白い。でもさ、こういうのって、うん、このラジオの中で、うんうんうん、ちょっとポイントポイントみたいな感じで、うんうん、こう飽きさせないっていうか、聞いてる人飽きさせないみたいなところにこう、はいはいはい、ポンポンってそのサウンドロゴが入ったりする時もあれば、あ、うん、なるほど、なるほど、あ、面白くない今みたいなトークをこうバッサーとバッサーと切る時にその使われるみたいな。あ、じゃあちょっとうちら頑張らないといけないですね。もうサウンドロゴだらけやったらどうします。聞いたらあれ、逆にサウンドロゴばっかりやみたいな。あれも喋ったけど、あれも喋ったけど、あれあれ、もう今回のからだいぶ使われてるかもしれないよ、もしかしたら。これ使えみたいな感じでね。バッサバッサ行くねっつって。いやでもめげずに頑張りましょう。そうなったとしても、もちろんそんなことでめげません。私喋り続けますよ。入れさせませんよ。いやいや、入れさせませんはあかんけど、あかんけど、いやでもね、本当にこれからもね、もう楽しいトークをお届けできるように、まだまだね、つたないこととかいっぱいあると思うんですよ。さあ、続きましてエンディングです。
103回目のリニューアルーということで、103回目のリニューアルです。ほうほう、まあ、どんどんね、手作り感をどこまで行くねんですよ ね皆さん、この手作りで素晴らしいもの作っていく過程をね、なんでそこ噛むのあさあ、というわけで今回はサウンドロゴをたくさん作ってきましたが、はい、次回はまたまた絵を描いちゃいます。この間の前回の放送を見てもらったら分かると思うんですけど、はいはい、あの画面に新イメージリニューアル候補で書いてもらってたと思うんですよ、はいはい、あそこの背景の部分だから私たちがトークをしている時の背景の画面に今度は私たちの手作りのまた絵をいいですね描いてそれを流していたいなと、ね、じゃあ見ても楽しんでいただけるようにね。そうそうそう、いいですね、目で見て聞いて、うん、目も耳も耳も使っていっぱい使って、そうなので来週はまたまたお絵描きします。あ、じゃなくて私がその絵を描いて持ってこようかな。まゆさんお願いしまーす。まゆの白じゃあ私宿題、はい、よろしくね。さあというわけでね、はい、来週はきっとその新しくなった背景を皆さんにお見せできるかなと思いますので、はい、皆さん楽しみに、はい、していてください。はい、今日のお相手はトイステージのまゆとトイステージのかよこでした。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとう。また来週も絶対絶対聞いてくださいね。せーの、バイバーイ。